高橋洋一さんがさざ波発言で炎上しましたがこの一件についてどう思われますかまた高橋洋一個人に対してどう,いうイメージがありますかあと英樹さんもう長めの髪型はしないのですか、まあ、ほっとくと髪の毛のびると思うんですけどうん高橋洋一さんってそのなんか頭がいいということになってると思うんですけど僕いまいち頭がいいと思えないんですよね少なくともそのネット上でさざみ発言をするとトラブルになるって理解できないのって頭良くないと思うんですよ。 ああとと彼時計盗んだことあるじゃないですかやっちゃいけないことが理解できないのって僕は知らないですよなんかそのすごい頭のいい実績があるんだとしたとしても特殊な能力があるだけで頭の悪い人だと思うんですよね例えばそのキューブっていう映画があってある種の病気の人だけど因数分解めちゃくちゃ早いっていう人が出てくるんですよである種計算は早いかもしれないけど人としての生活においては頭良くないよねって話だと思うんですよねた,またま 何らかの理由でででししましたとか一個であればいいんですけどなんかネット上でこういう発言をしたらよろしくない結果があるよねっていうのの計算が立たないってやっぱりその社会的状況で物事を判断するのに向いてない人だと思うんですけどそれがわからないということはやっぱりそんなに頭良くないんじゃないかなというふうに僕は思ってくださいます。彼の実績僕知らないので IPS 細胞を何か見つけましたとかすげえ実績があるんだったらおお高橋をしさんすげえってなると思うんですけどあの人がやったこと僕知らないんですよ結果としてそんな,なんか犯罪と問題発言しか知らないのでえ、それ 多分良くないんじゃねって思っちゃうんですけど、えー、オーストラリア在住もです。今後のオーストラリアは安泰でしょうか ええと、あの、逆転現象が起きていて、ある程度コロナウイルス感染しまくっちゃった国の方が、ワクチンガンガン打つので、結果としてコロナに対して恐れなくて良くなってるっていうのがあるんですよね。なので、あの、フランスも、あの、5月の19日からレストラン再開して、6月になったらジムとかライブとかも OK にするよっていう感じで、で、アメリカもワクチン打った人ってマスクしなくていいよとかになってるんですけども、アメリカってもう30万人ぐらい亡くなったりするんですよね。まあ、フランスも10万人ぐらい亡くなって、なので、コロナやれかしちゃった国ほど、 ガンガン打っちゃっったのでで元通りになる速度が速いんですよっていう状況で、日本って逆にそのすげえ頑張っちゃった結果、そんなにこうコロナ対策しなかったんですよね。そのせいで変異種が入ってきちゃって、今めちゃめちゃ感染者数増えていて、で、一日に今5、60人亡くなってる状態なんですよ、日本。でもワクチンが年内には打ち終わらないよねーっていう可能性があって、ワクチンの接種の、あの、でいくと、世界には今290カ国とかあって、そのうち19、110番目ぐらいなのかな違うな。えっ、ー、と、192カ国の 国のうち112っていうぐらい、あの、日本って接種遅いんですよ。オーストラリアとニュージーランドも結構コロナ抑えきれちゃってるので、ワクチンの接種速度そんなに速くないんですよね。なので、まあ、うまくワクチン打てればいいんですけど、ワクチン接種できないとすると、観光客入れられないよねって言って、他の国、バン、観光収入とか得てますみたいなので、バンバン経済回ってるけど、オーストラリア、ニュージーランド、日本とかって後回しだよねっていう形になるかもしれないので、そこの逆転現象にならなければいいんじゃないかなと思います。で、えー、オリンピックどうしてもやらないといけないならなりたく 空港の滑走路で100メートルだけにして走ったらすぐに帰ってもらったらでもそれでオリンピックやったっていうことにはならないんじゃないでしょうか。